2つの似たような動画を用意してください。そしてこの動画を2つ並べます。エフェクトのビデオトランジションのところでスムースカットを選んで適用します。再生してみましょう。素材をタイムラインに配置してください。長さを調整します。クリップを選択し、インスペクターのダイナミックズームをオンにします。ズームを反転させたい場合にはこの反転ボタンを押します。動きに緩急をつけたい場合にはこのイーズを設定します。イーズイン、イーズアウト、イーズイン、イーズアウトを両方つける。この中から選ぶことができます。またズームのサイズや位置を変えたい場合には左下のこちらのプルダウンを選択し、ダイナミックズームを選んでください。この緑の枠が開始点、赤の枠が終了点になります。画面上で調整することができます。エフェクトライブラリを開き、オープン FX の光線を適用します。インスペクターのエフェクトのタブをクリックし、長さをお好みの長さに調整してください。そして光線の方向を1から角度に変更してください。お好みの角度に変更してください。再生してみましょう。調整クリップをエフェクトをかけたいところに配置します。そして長さを調整します。エフェクトライブラリーのデジタルグリッチ、これを調整クリップに適用します。お好みで最後フェードアウトを入れてください。これで完成です。素材をタイムラインに配置します。動画と音楽2つを入れます。そして音楽のところ選択しまして、リズムに合わせてマーカーを入れてください。 M キーを押すことでこのマーカーをつけることができます。リズムに合わせてこのマーカーを設定してください。でマーカーを入れた後、波形を見ながらタイミングを合わせてください。まあ、ちょっと分かりにくいところありますが、何かしら音の変化がありますので、ずれている場合にはそこに合わせてマーカーを調整をしてください。そうしましたら調整クリップを第2トラックに配置します。エフェクトライブラリーのオープン FX を開き、この中にあるエッジ検出を適用します。そして調整クリップを選択し、エフェクトのタブをクリックします。で、このモードのところを RGB エッジとなっているところをグレースケールエッジに変更してください。そしてビデオのところを戻っていただき、合成モード通常になっていますが、こちらを加算に変更してください。あとはこのズームのところを大きくしていくと、まあ、このようにアウトラインのエフェクトを入れることができます。で、これをキーフレームを使って設定していきます。で、シフトボタンを押してカーソル上下を押しますと、マーカー間を移動することができます。はい、ではまず最初のマーカーに移動します。調整クリップを選択し、ズームのところにキーフレームを設定します。そして大きさを 1.5 と入れます。そして3フレーム戻ります。カーソルの左を3回押してください。で、ここで値を1にします。で、再びマーカーのところに戻りまして、今度は3フレーム進みます。同様にズームを1にします。
そうしますと、このマーカーのところでズームアップがされます。はい、これ同じように繰り返していきます。次のマーカーに移動します。そして3フレーム戻ります。はい、ここでキーフレームを設定します。そしてマーカーのところに行き、再びこちら 1.5 と入れます。そして3フレーム先進みまして、値を1にします。で、この作業すべて繰り返していると時間かかりますので、コピーして適用していきたいと思います。正しくタイミングが取れていればコピーしてもずれないと思います。ずれる場合にはマーカーがずれていますので、マーカーの方を調整してください。はい、では最初のマーカーのところで調整クリップを選択し、分割してください。 Windows の場合は Ctrl-B、 Mac の場合は Command-B で分割することができます。そして次のマーカーに進んでいきまして、同じように分割をしてください。はい、そうしましたらこの後ろの調整クリップは削除してください。デリートキーもしくはバックスペースで消すことができます。で、あとはこの調整クリップをコピーしていきます。 Windows の場合は Alt キーをしながらドラッグ&ドロップ、 Mac の場合は Option キーを押しながらドラッグ&ドロップでコピーすることができます。はい、では再生してみましょう。はい、アウトラインエフェクトの完成となります。